はい、こんにちは。バトルマルテです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。仮面ライダージオ RKF の仮面ライダージオ2です。はい、2019年2月9日昨日発売のこちらの RKF のジオ2で今日は遊んでいきたいんだけど、テレビ本編でも登場しましたね、うん、かっこよかったね、うんうん、はい、じゃあこちらを開けて遊んでいく前に黄金の5秒間この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。19、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、ということでこちらが RKF の仮面ライダージオ2ですね。いいね。いいじゃん。はい、ドアップにしてみましたけど、いいね、うん、ちゃんとベルトがついてね、2つ。そうだね、ベルトが2つあって秒針も2つになってますね、うん、これさ、いつもちょっと思うんだけどさ、デザイン的なものでね、うん、なんで目のとこにこの針刺さってんだ。確かに不明だね。眉毛みたいにすればよかったのに、なんで目に刺さってんのかね、それだけちょっと気になるんだけどまあいいんだけどさ、うん、で、この胸の部分とかめっちゃかっこいいよね。ドライバーもついてますね、うん、はい、RKF のジオと比べてみるとこんな感じですね、うん、やっぱりちょっとシンプルだったジオがちょっとゴージャスになった感じだね。そうだね、うん、ベルト2枚になってね、うんうん、いいじゃん。おお、はい、そしてこちらにはですね、この最強ギレードついてましたね、うん、ちょっと細いタイプだね。そうだね、最強ギレード装備してポージングしてみました。どうですか。おお、いいじゃん。かっちょいいね、これね、うん、かっちょいい。はい、エイシン君がポージングしてくれました、うん、こんな感じ。どう、この角度で合ってるの。あー、うん、合ってる合ってる。いいね、トワイスタイムブレイク。あー、いいね、うん、で、この仮面ライダージオ2はちょっと細身で分かる通りね、アーマー装着できますんで、ちょっとやってみようか、うん、はい、さあ、勝利の法則は決まった。違います。ちょっとしょぼい感じになっちゃってごめん、うん、さあ実況始めようかね。あ、そっかそっか。あと勝利の法則が決まった。そうだよね。あ、そっかそっか。ちょっと混ざっちゃったか。混ざったね。ビルドアーマーいい感じだね、うん、うん、割と似合ってるかな。そうだね、あの銀のアーマーがやっぱ合ってるよね、ジオにね、うん、ジオ2でもそれは一緒ですね。はい、はい、こちらがエグゼイドアーマーですね、うん、はい、これやっぱごっついね、エグゼイドってね、両手にガシャコンハンマーついてるからね、でかいよね、うん、すげえ。はい、こちらがゴーストアーマーですね、うん、これいいね。もう合ってる合ってる合ってるね、かっこいいね、うん、はい、こちらがフォーゼアーマーですね、うん、いいねこれ。いいね。なんかあのウォーズの時はめちゃくちゃ違和感があったんだけど、うん、これ合ってるよ。そうだね、ちゃんと今回もハマるからね、うん、そうだね、あのベルトがね外れるんで、うん、こうぴったりくるね、うん、で一応マスク後ろに隠れてて、うん、一応収めができない、うん、あー、できない。かなり干渉しちゃって、これはハマんないですね、うん。はい、こちらがオーズアーマーですね、うん、これもいいね。おお、いいじゃん、うん、いい感じいい感じ、うん、で、一応タカはめてみる、うん、でね、はめてみよう。よし、はい、一応タカ仮面つけることできましたね、うん、秒針が2本飛び出しちゃってる感じかな。あ、うん、まあこれはこれでいいんじゃない。そうだね、でもこれだともう普通のジオーと変わんない感じだね、うんうん、フェイスユニット私は最強ギレードのアナザーフェイスユニットだ。この世界を破壊する。
後お前は仮面ライダージオ2だ。知っている。私はお前の武器のアナザーフェイスユニットだからな。確かにどっかで見覚えがあると思った。くらえ。なんだ今のこいつは。ふぅ、こうなったら射殺だ。お前の必殺技が効くわけなかろう。効かないと言っただろう。弾かれた。逆に私の必殺技を食らえ。私にはかなうまい。フェイスユニット切れろ。おりゃー。しまった。あいつの武器は俺だった。よっしゃ。はい、ということで今回は仮面ライダージオ RKF の仮面ライダージオ2でした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクをお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。